私がゼロワンだ。おたァの秘密基地。動画を振るう皆さん、こんにちは、おたァです。今日紹介するおもちゃは、これだ携帯捜査官ンデラックスフォンブレイバーゼロワンだーああ、全国の超劇世代、ガング野郎、集結せよ。早速レビュー行こう。この動画を見てるあなたは、あ携帯捜査官ンご存知ですか 僕はね、すごい大好きなんですよね。以前、超合金の方のえフォンブレーバー7はレビューしたんだけど、これは当時発売されていたデラックス版です。で、いろんな、まあフォンブレーバーあるんだけど、その中でも今日はこのフォンブレーバー01をレビューします。通常の携帯の状態、モバイルフォームから変形してアクティブフォームになります。あとはね、サウンドギミックもたくさんあります。 こんな感じで実際の携帯電話のようにこう各種ボタンが押せたりだとか LED でここの部分がディスプレイが発光したりとかセリフを喋ったりします。 もうこの01がね、もう本当に、なんかね、いろいろ語りたいんだけど、そう、ちょうどね、もう間もなく、来年の1月にブルーレイが発売されるそうです。これはね、テレビ東京系でやってたんで、見れなかった地域の方もいらっしゃると思います。なんだけどね、ぜひ、見てほしい。もう01、本当に最高です。もうこれはダークヒーローと言っていいかなあ,あの、敵側というか、ダークサイドなんだけど、あ、いうの忘れた。あけろあけろ これが01です。まずはね、モバイルフォームからじっくり見ていこうじゃーんこれが01のモバイルフォーム。いわゆる柄系のデザインだね。これはちびっこのおもちゃながら非常によくできています。あ、こういうなんかこの電波のところとか、うん、あの、残量、電池残量の,あの表示とか懐かしいですよね。横から見るとこういう風になっててちょっと厚みがあります。これが手、いわゆる手と足の部分ですね。 なので少し厚みがあります。こんな感じ。材質はほとんどプラスチックなんだけど、そこそこな重量感があります。本物のガラケーっぽくていいですよね。早速開けよう。開けると、このように LED で表示されます。これが01の顔。ああ、いい顔だね。<laughs> ちなみにこの商品ね、ちょっと残念なのが、この、えー、バックライトがあの暗いんだよね。 ちょっと見づらい時もあると思います。この今発行してる部分時はいいんだけど、暗いんだよね。暗い中で操作する時もちょっとあります。これはキーボタン。キーボタンを押すと顔が出てきます。こんな感じ。で、数字とキーボタンを組み合わせてみよう。結構ハイテクだよね。ちゃんと数字を押すと、こう出てて、ちょっと見えるかなこういう表示になってるんですよね。 くらいでここに今押された番号が出てるんだけどうん1を押したとキーを押すと、うん、こんな感じでしゃべりますバーディーやってみるがいいあ01の声ですねこれは組み合わせることもできます456をしてみようこんな感じ で、あとは、この、えー、米印プラス数字でも、えー、音声が出ます。セブンアクセス。こんな感じ。さあ、そしたらね、早速、変形させよう。 アクティブフォームに変形させるときは大気音があるんだけどちょっと長いから、えーとね、説明だけするいきますコードは501で最後にキーボタンいきますこの大気音中に変形させるわけですね ちょっとね、長いから一回切る <laughs>。変形させます。これね、ゆっくりいこうか。これね、当時のちびっこに、ああ、このレビュー動画があったらよかったね。そこそこね、難易度があるんですよね。こことここを合わせる。結構ね、精密にできています。そしたら、この状態で、反転させて、伸ばす。そしたら、こっちに向ける。これがつま先ですね。 先を出す判定側も同様僕はね放映当時はね触眼を買いましたねこの触眼も結構よくできてるんでねこれで足は完成次は腕このピンを外すと腕が外れますでここでちょっとね一回 <laughs> さっき止めた、えー、あれをやろう501 うういう風になりますよ、ね、でここをスライドさせるとせーの変形完了の表示が出ますで伸ばしたらこれを角度を曲げてここを接続します反対側も同様そしたら腕を下に持ってくる 反対側も同じように下に下ろせば変形完了 !01 アクティブフォームだおー、01! 早速抱きかけよう。おー、01! 見事にね、変形しました。このキーボタンを押せばね、あの、顔の表示が常に出ます。一定期間で の間だけ光って、あとは止ま、あの、消えてしまうんで、まあ、定期的に押すといいですね。うーん。ワン本当にね、劇中見てると、うん、本当にね、泣けてきます。まあ、このゼロワンっていうのは、どんなキャラクターかというと、まあ、ダークヒーローなんだよね。一番最初に作られたフォン・ブレイバー。 人間と共に行動し、いろいろなこうミッションというか作戦をやるんだけども、その相棒、人間の相棒が立て続けに3人失ってしまって、こう人間とどう接していいか分かんなくなるんですね。うん。で、いろんなサイバー犯罪にこう加担したりとかして、もう完全にダークサイドの方に行くんだけども、いろいろ、えっ、ー、と、劇中の、いわゆる主人公のケイタ、ケイタ少年の相棒のフォンブレイバー7、その7の 相棒でもあるケイタが、ちゃんとね、見抜く、見抜くんですね。あの、どこか悲しい感情を持っているっていうことで、少しずつこう、接近していき、まあ、01と、こう、だん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 、こう、距離感をこう、縮めていくっていう、キャラクターですね。うん、最高です。で、さっきと同様のギミック。この、えー、音声遊びですね。これで、セリフを喋ります。ちょっとやってみようか。1。 お前は圏外だよく言うんですよね私がゼロワンだ,ワンだお前の望みを受信したお顔の表情なども変わりますちょっとこれ全部やってみようかえーとあれ今遠く <laughs> あ、これさっきやったねその力、私が与えよその力、私が与え さまざまな音声遊びができたりとかあとは、えー、とシークレットコードもあるんですよね例えば目印390好きだ他にもシャープ二2 9 9人間とはなんだ,と,だといった感じでね いろいろなスペシャルコードが入っている。これはかなり遊べるよね。ちなみに分かりやすい大きさ比較。マスターグレードのガンダムと一緒に並べるとこんな感じ。まあ、携帯電話にこう手足があるんで意外とボリュームがあります。あとはね、この各部の手足。すべてが軸稼働でこのように動きます。ちょっとしたね、アクションポーズも取らせることができます。こんな感じ。各部を動かしてアクション ま、この携帯電話本体にそこそこなボリュームがあるんで、あんまり大きい派手なポーズは撮らせることができないんだけど、こうね、なんかこう感情のあるような、こうね、表情があるポージングができます。一通りの遊び方は、こんな感じというわけで今回の携帯操作官7、デラックスフォームレイバー01のレビュー、いかがだったでしょうか ご覧いただいた通り、あの、ちびっこのおもちゃとしてはかなり遊べます。音声もすごくあって、組み合わせとしてはもう何万通りもあるんですよね。あとはちゃんと、このアクティブフォームに変形できたりとか、遊び応えが非常にあります。で、この本体に、ブーストフォンとか、これをね、装備させることもできるんですよね。装備するとこういう風になります。これもね、劇中で非常に印象的です。 ちなみに僕はこれ放映当時に買ったものじゃなくて今年に、えっとね、絶版玩具店のマンダラキさんで、えっとね、1個1500円とか2000円ぐらいで買いましたね。まあ、もし今回の動画が好評であればね、いろいろサードとかね、えー、ま、フォンブレバー7、7とかね、ブーストフォンとかね、レビューします。今回の動画、面白かったな、楽しかった。<laughs> 俺も携帯操作ブ7が大好きだという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。 それから僕はツイッターもやっています。ツイッターのフォローもどうぞよろしく。あとはどんなことでも結構です。おーたふー。俺も01大好きだよ。とか。あ劇中の本当に01がもう最高だよね。とか。あ僕は、あこんなおもちゃ持ってたよ。とかね。あ食玩僕も遊んだことある。とか。あ今度見てみるよ。などなど。どんなことでも結構です。みんなからのコメント待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おーたばでした 待ってねー